第4部、養う人、ヨセフの初版、ヨセフとその兄弟は、トーマスマンの小説。旧約聖書のヨセフの物語を大長編に仕立てた作品で、ヤコブ物語、若いヨセフ、エジプトのヨセフ、養う人、ヨセフの4部からなる。ナチス政権下のドイツからの亡命を挟み、18年にわたって書き継がれた。ヨセフとその父、ヤコブの関係を軸に、フロイト心理学を援用しながら、人類の和解とヒューマニズムの主題を扱っており、背景には、ナチスの思想、特に、ローゼンベルクの20世紀の神話に呼応する意図があった。着想は1923年まで遡り、この年の冬に、知り合いの画家、ヘルマン・エーバースから、ヨセフを題材にした画集に短文をつけるよう、依頼されたことがそのきっかけであった。依頼された晩、すでに幼い頃から親しんでいたヨセフの物語を読んで心を動かされるとともに、ゲーテが自伝、死と真実の一節でこの物語に触れ、あまりに短すぎるが、だからこそ細部を補うという誘惑に駆られる、といったことを書いていたのを思い出した。1925年3月にはエジプト、地中海旅行も行い、神話学、古代史、宗教史の資料を読み込み綿密な下準備をした上で1926年12月に執筆が開始された。1933年3月にはナチスに押収されたミュンヘンの自宅から娘エーリカがヨセフの原稿を命がけで救い出している。第4部執筆開始までの中断期にはワイマルのロッテを書き上げており、最後の第4部はマンのアメリカ亡命の間、スウェーデンに亡命していたフィッシャー社から刊行された。ありがとうございます。